おはようございます。ジャスト株式会社代表、関正です。はい。ちょっと声があるんですけど、はい、風邪気味なんですけど、今日ちょっと占いということで、はい、私、実は占い師なんですよね。はい、で一応、それでね、今回は、まず世界がどうなっていくかみたいなことを占い、はい、まあ、占いの形式としてはカードのね、カードで予測するっていう、はい、でそれで僕なりの解釈をするんだけど、はい、カードもそうなんで、まあ世界的にはね、数字的には2だね、はい、いやこう2つのこう権力が拮抗するっていうか、で世界的にもそうなんだけど、だから不安定な時期だね、はい、で、うん、世界的にもそうなんだけど、個々人でも二者択一みたいなことを迫られることが、はい、でどっちを選ぶかによって今後 この生き方が決まっちゃうっていうか、はい、ということはシャッフルされる、岐路に立つ人がすごく多くなる、うん、でまあ基本的にはあれだよね、こう世界の動き、どうだろう、まあアメリカと中国もあるだろうし、はい、イスラムとキリスト教の対立みたいなものもあるだろうし、うん、あと、まあ、南北の対立もあるね、はい、環境か産業かとか、うん、まあ、環境を保護するのかとか、産業とか、ね、そういうこう、なんていうか、どっちか選択迫られるみたいな話だよね。はい、そういう次元、まあ、まだそこら辺の次元なんだろうね、うん、人類っていうのは。で、まあ、今後こう選択っていうよりも超越しちゃうってでもあるんだけど、まあ、そこはまあ話は別に置いといてね、うん、はい、これはあるこうそこのレベルに達する人っていうのは、まあ、あるレベルに行ってないといけないんだけど、人口の 1% いるかなっていう感じなんだけど、うんうん、ということで、あと日本なんだけど、日本はね、はい、まあ結構逆境に立たされるんだけれども、それに対してこう、はい、強い意志を持ってこう何とか切り抜けるようなことができるっていうのもあるしね、はい、力の勢力が出てきちゃう可能性があるね。わかる、はい、例えばやっぱ強硬な人たちとか、うん、あと軍人関係、軍人ってまあ基本的にいないってなってるんだけど、うん、まあそういう力で押し切っていく人みたいなものが活躍していく、はい、クローズアップされる年じゃないかなと思いますね。で、まあこう、まあ、そんなちょっと占い、まあ、本当にこう概略的なことなんだけれども、こうまた、そんな感じです、はいはい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。